こんにちはメコス王国です。本日は映画スーパーヒーローと漫画版ドラゴンボールスーパーについてです。12月18日にジャンプフェスタ2022が開催され、映画の最新情報と漫画版の今後の予定が公開されましたね。まずは映画スーパーヒーローについてですが、公開日が決定し、2022年4月22日だということが判明しました。前々回の動画でもお話ししたように、関連フィギュアなどの発売日が4月だと明かされていましたので、順当ではありますが、思っていたよりも早いと感じた人も多いのではないでしょうか。となれば、前売り券の方もそろそろ発売スタートということになりそうです。今作で登場する新たなキャラクター、ガンマ1号と2号のキャラクターボイスは、進撃の巨人リヴァイ兵士長役などでおなじみの神谷浩史さん、デスノート八神ライト役などで知られている宮野真守さんが務めることも判明へ。ガンマ1号と2号は、レッドリボン軍が開発した人造人間だそうですが、彼らは自らをスーパーヒーローと名乗るなど、かつての人造人間たちとは少し異なる立ち位置になっているみたいですね。ジャンプフェスタでは、一部ガンマたちのセリフが公開されまして、敵の組織にバレてしまった可能性もある。仮にバレたとしても、その時、組織ごと倒せばいいだけのことじゃないか。お堅いな、1号は。とのことですので、この組織というのがすごく気になるところですよね。組織は、ご飯たちのことを指しているわけではなさそうなので、個人的には、ご飯たち、レッドリボン軍、謎の組織の、三つどもえの戦いが展開されるのではないかと予想しています。今作は前作ブロリーと比べ、ドラマを重視したストーリーになっているそうなので、誰が真の敵なのかはまだわからない状況となっており、最後まで目が離せない展開になると思いますので、ものすごくワクワクしているところです。予告映像ではガンマはご飯たちと敵対していますが、最後には仲良くなっているのでしょうか。今作は現時点での発表を見る限りでは、ご飯やピッコロに焦点が当てられており、事前に公開されていたポスターでもご飯が中心に配置されていることから、ご飯 VS 人造人間というこの構図は、かつてのセル編を思い起こさせます。そう考えると、ガンマ1号と2号以外にも新たな人造人間が出てきても全くおかしくはなく、真のラスボスとして、新型のセルのような人造人間にも期待できるのではないでしょうか。そして、私が最も望んでいることは、ご飯のさらなる覚醒です。ご飯は力の大会前、誰も見たことのない究極の姿を目指すと宣言しており、この新作映画にて、それを披露する可能性があるのです。復活の F では勉強ばかりしていたため、超弱体化していたご飯でしたが、その後ピッコロとの修行によって、全盛期の実力を取り戻し、現在はさらにパワーアップしていると考えられています。アルティメットのその先には、一体何があるのか。それを我々にぜひ見せてほしい。この映画で、今回のご飯は、ピッコロの道着を着ていることからも、セル編を意識している可能性もあり、当時はスーパーサイヤ人2に覚醒しました。であれば、今作でもご飯が覚醒をしてアルティメットを超え、悟空そっちのけで、敵を圧倒するかもしれないわけで、特にご飯ファンの皆さんにとっては、過去最高の映画になるかもしれません。で、今作は全て CG で描かれているとのことで、事前にファンからは不安な声も聞こえていたのですが、予告映像を見る限りでは、全く不安など感じず、むしろ、今までのどの作品すらも超えてしまうのではないかと思うくらいです。つまり、ドラゴンボールファンの皆さんにはもう、この映画を見ないという選択肢は残されていないのです。まだ残されているであろう、今後の続報にも期待しておきましょう。そして皆さん、ここからは漫画版ドラゴンボールスーパーについてですが、なんと、ビクトリー内田さんによると、現在連載中の生産者グラノラ編が、もうすぐ、クライマックスを迎え、そして、新章が開始されるということです。うははははー、やったぞ新章じゃあ。私はあると思っていましたよ新章が。具体的にいつ新章がスタートするのかは明言されていませんが、2022年のどこかでグラノラ編が終了になるとのことです。まあ、もうすぐだと言っていましたので、2022年の前半までには始まるでしょうかね。どんなストーリーになるのかもまだ明かされてはいませんが、個人的には、そろそろ第7宇宙から離れて、別の宇宙に行って戦うのはどうでしょうか。裏のらへんで、第7宇宙最強の人間と戦ったことですし、銀河パトロール編では魔物であるモロとも戦いましたので、新章では力の大会を免除された、人間レベルの高い宇宙に行っていただきたいなと思っています。裏のらやガスはあくまで、第7宇宙において最強の人間になっただけでしょうから、第1宇宙や第12宇宙なんかには、もっと強い人間がいるかもしれないのです。第6宇宙のキャベの故郷、惑星サダラを訪れるような話も良いでしょうし、第11宇宙のジレンの師匠ギッチンと両親を殺した、正体不明の魔物との戦いも見てみたいですね。正体不明の魔物は現在、生存しているのかどうかは分かっていませんが、実は魔物に殺された者は、たとえ天使であっても蘇生できないと言われています。天使は死んだ人間を生き返らせることが可能なのですが、なぜ魔物に殺された者に限って生き返らせることができないのかは、まだ明らかになっていません。天使と魔物には、何か深い関係があるに違いなく、それが明らかになるようなストーリーも面白そうですよね。そして、これはグラノラ編で明かされた新事実なのですが、ナメック星人というのはもともと、ナメック星で誕生した生物ではないそうです。彼らは、この第7宇宙ではなく、違う世界から来た人種だということで、原作ではピッコロという言葉は、違う世界という意味であったことも明かされていますよね。ナメック人たちはどこから来て、なぜドラゴンボールを作り出せるのか。大昔、第6宇宙及び第7宇宙のナメック人たちが、大きな願い玉のかけらから削り出したものが、それぞれのドラゴンボールになったと言われています。地球の神も、そのようにして地球のドラゴンボールを作ったのでしょうか。その大きな願い玉は、スーパードラゴンボールとは異なるようですが、こちらも、竜神ザラマという人物が作った可能性はあるだろうと考えています。竜神ザラマは、スーパードラゴンボールを作った人物として知られており、これまで悟空たちがドラゴンボールを使ってこれたのも、突き詰めればこの竜神ザラマのおかげなのでしょうけど、その正体や居場所は未だに明かされていません。ナメック人たちが違う世界から来たのだから、おそらくザラマも違う世界から来たのだろうと思いますし、スーパードラゴンボールが機能していることから、ザラマは今も生きているはずです。できることならザラマがどんな姿で、どのくらいの力を持っているのか知りたいと思いませんか？まさか、ニコちゃん大王みたいな顔はしていませんよね。一体なぜ、第6宇宙と第7宇宙にしかドラゴンボールやスーパードラゴンボールは存在しないのか。なぜナメック人たちは、別の世界からこの宇宙に移り住むことを選んだのか。謎多く違う世界、ピッコロ編が始まることにも期待しておきたいと思います。ということで本日は以上となります。映画、漫画ともに、今後どうなっていくのかものすごく楽しみですね。皆さんも今のうちに、限界まで妄想して楽しんでおくことをお勧めします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。